皆さんこんにちは、日本人の河合圭介です。本日2024年8月の7日16時13分、アメリカの、前議員の方たち、まず、本音で話をしたいんですが、スポーツ選手から議員になられた方は何人いらっしゃいますかということです。アメリカの、現在予定されているオリンピック即座に中止してください。冬季オリンピックも2034年に用意されてるっていうのを知ってます。フランスの2030年、それも終わらせてください。中止、即中止、工事を即中止できますから。私は神戸市内で無用な建物を作ってたところ、高層ビル、神戸市の中央区、日本の兵庫県神戸市です。かなりの人口密集地帯です。そこで高層ビルを新しくまだ作ろうとして50年近く少子化が続いているのに、作りかけのところもう一度平らにビル撤去させましたよ。ロシアの方たちがオリンピックに参加しない本当のことを、私が世界に向けて真実を公開します。私からの提案でプーチン大統領に、ロシアは極寒の地です。石油とガスが採掘できなくなった時、ほとんどの方がお亡くなりになります。日本でさえ、温暖な気候の地域でさえ、石油とガスの輸入が止まったら物流は全て止まりますので、冷蔵庫とかも使えなくなります。電気も発電できなくなります。そんな事態になってウラン鉱が到着するわけがない。ほとんどの人が死にます。いいですか、今この事態でなぜ即座に工事を中止しないんです。そういうポジティブなニュースがなぜ流れないんです。それとコロナウイルスに関しては生物兵器です。どこの誰が作ったか、スーパーコンピューターを持ってすれば簡単にわかることですよ。なぜその真相を公開しないんです。世界中どこの報道機関も、誰が隠蔽に走ってます。その人間をスーパーコンピューターで裁かなければならない。スーパーコンピューターは分かってるはずですよ。これで本当に法律でスーパーコンピューターが稼働しているのか、それとも法律名を出さなくても自分の都合のいい法律を作ってきたのが議員ですよ。そこまでしてお金を稼ぎたいかっていうところです。一応ハリスさんの文句に関してはある程度言わせてもらいました。これは正々堂々と言わせてもらいます。耳にイヤリングらしきものがついていました。勤務中にそのようなものをつけるのは論外です。日本の法律でもあります。都政六法で身だしなみに関する法律です。私は髪の毛染めていたら大臣ですら辞めさせていますよ。当たり前です。そこまで義務教育で習った簡単なことさえ守れない人間に一体何が守れるんです。権力手に入れて大金稼ぎたかった、それが本音でしょうっていう答えにしかならない。どのような言い訳も通用しない。どのような行動をしたかで判断します。いいですか、オリンピックを中止しないっていうことは、今風が吹いてるんですか、これぐらいカーテンが動いて、台風5号についての対応しています。ホームページ淡井圭介の日記、今日の日付のところを見てもらったら分かります。だいぶ風を取ってます。今のところ日本直撃ではありませんけども、残念ながら小笠原諸島の人たちに関しては直撃コースです。ただし今のところ風速は大したことはない。最大瞬間風速で25メートル、普通の風速で15メートルほど。今のうちに風を取っておけば小笠原諸島に被害はまず出ません。ただし雲の取り方は甘い。すぐ晴れになる。オリンピックと関わってしまうとすぐ晴れになってしまいます。晴れてる状態で私の白髪部分よくご覧になってわかるでしょう。ハリスさんもそこそこの年齢の方だと思いますし、他の議員の方もそこそこの、私よりもだいぶ年配の方たちはいらっしゃると思いますが、髪の毛染めてる方どれぐらいいらっしゃいます。やめてくださいよ。そんなものを生産してエネルギー消費してる場合じゃないんですから。そんなに簡単なことすら守れない、義務教育で習ったことすら守れない人は議員になる資格ないんです。ロシアの方が今本当のリーダー国として振る舞っていますよ。
私からの提案でロシアの方たちのために日本の民法720条正当防衛丸1丸2です。第三者にも使えるんです。刑法の38条とは違います。刑法の38条の正当防衛とは違います。未来の人たちの命を含めて、20億人の人たちの命を含めて、私は正当防衛を行使しながら述べてるんです。できることは私としては喋ることだけですから。あとは河川の撮影へ行ったりとか。お金を持ってるのはあなたたちです。国がお金を吸ってオリンピックなんか開かないで、万博なんか開かないで、被災地の復興だとか、河川水門回避水玉発電、かまど発電、メタンガス抽出所を作ればよかった。その内容はご覧になれましたか？話は届いてますか？一般的なメタンガス抽出所じゃありませんよ。家庭の各出てくる生ゴミを歩いて生ゴミの貯蔵庫に捨てに行くメタンガス抽出所ですよ。日本だけで10万箇所ぐらいは設置が必要になってきます。アメリカでは50万箇所ぐらいです。しかしそこから大量のメタンガスを抽出できます。それによってトラックが動かせるようになります。物流が守れます。スーパーマーケットの廃棄される食料とかをわざわざトラックに積んでどこかに運んでいくぐらいだったら、その場で抽出装置をつけておいて抽出すればいいんです。今年中にもうパリオリンピックで、テレビに向かって言う方法で伝えてますから、いろんな人たちに世の中の本当の話を。聞こえてますよ。返答されてる方は返答されてますから。そしてマクロン大統領に関しても、もともとエネルギーの残存量問題に対応するということで1998年フルーツラパーク、私と会ってます。電波で会う方法でも、私の住んでる神戸市のもともと地元であった阪神淡路大震災の中心地、神戸市港川の近くで、大英の近くで会っています。ただしマクロンさんはフランス語と、まあ母国語ですからフランス語ですが、英語も堪能な方です。しかし私が英語は堪能ではありません。ですので会話にならなかった。マクロン大統領も年齢が私と同い年ということであって、まだ46歳です。ということはオリンピックを開いたのはマクロンさんのせいではないですよね。オリンピックを開いた一族はマクロンさんのせいにして逃げようとしませんか？わかったという老人の声が聞こえてきていますけども、この淡井圭介は甘く見すぎですよ。大統領ですら手錠かけますよ。巨大な横領事件してるっていうことを理解できてますか？オリンピックを行うことによって民間のスポンサー元でほとんど税金ですよ。雇用助成金、その他最低賃金を上げるだけの政府からの助成金、他にもいろいろな税金が投入されてますよね。そして挙句の果てはエネルギーの残存量問題を無視して車を大量生産して金稼ぎ、仕事を回して自分たちは票を集めて議員になって大金を得る。許せることと許せないことがあります。と、まあこれぐらいの故障ではまず言わせていただきました。これをまずしなかったら、まず一般人の方たちが納得しません。それと今アメリカの全議員の人たちと喧嘩をしたいわけじゃないんです。本音で話をしたいんです。どうです？できそうですか？万博中止、私なら簡単に、私が大統領であったら簡単に一筆書きますよ。そして反対した人間、徹底的に軍を動かしてでも横領事件として逮捕して裁判所に出させますよ。なぜならお金の出元は大半は税金ですよ。お金の流れと票の流れと自分たちの収入全部見たらわかるですよ。
こんな巨大な横領事件、世の中なかなかありませんよ。それプラス高速道路どれぐらい作ろうとしました。残念ながら日本では万博だけで、日本中いろんなところで高速道路作りっぱなしです。人口が50年近くも少子化は続いてるのにですよ。人なんかもやいろんなところでどこもほとんど人歩いてませんよ。家の件数はこれだけあるのに。そして空屋がかなり、空き家がかなり混ざっています。買い手がいないね、まだ。マンションとかずっと作り続けてるんです、日本は。やめなさいって言ってるのに。現場撮影して証拠までホームページで載せてるのに。とりあえず笑いながら仕事するんやめてもらえますか。スポーツの勝ち負けではっきりと分かってるんです。笑ってる人間は、仕事中に笑ってる人間は絶対仕事間違えるんです。気が抜けるからですよ。26年前に淡井圭介が河川水門開閉式玉発電やかまど発電、メタンガス抽出場の話をしていたのに、なぜ世界中の富裕層の人たちは誰も協力してくれなかったんです。答えは簡単です。実感がなかったからです。今電車が通ってましたから、もう一度言います。実感がなかったからですよ。まだどうにかなるって思ってたんですよ。今から26年前の技術的石油採掘可能埋蔵量は69年分、2011年で59年分、2022年で54年分、石油の消費量は年々増えてます。ガソリン車生産停止もそうですし、万博も中止。万博に関する条約、オリンピックに関する条約もすべて削除、スポーツ振興法もいらない。重機でしてたことをほとんど人間の手で行えば済む話です。エネルギーの消費量の問題です。河川の土砂のかき出しとかです。それ本当にしてなかったら、河川に土砂がずっと堆積しっぱなしになりますよ。排水量極端に落ちていって、そのうち河川氾濫を起こしますよ。時間給をつけてあげて、運動部の学生さんたちにスコップで河川の土砂かきしてもらったらいいんです。あとは適当に公園とかに持って行ったらいいんです。植木等に関してもある程度土を持ってあげなかったら枯れていくんです。河川の底に余計な石はいっぱいありますよ。それとあと河川の底をコンクリート化しなければならない。それをしなかったら河川の底から水が、私の撮影している河川の撮影見てもらったら分かると思うんですけども、3分の2は水が消失してますよ、各地点で。早いところは2、300メートル歩いただけで3分の2の水が消滅してますよ。それだけ地面の底にずーっと流れ込んでいってるんですよ。その地面の底で、地球の中心に重力はありますから、海がそれより上だったとしても、その中心地に向かって水は吸い込まれていくんです。だから地下で空洞化が始まって地震が発生している。これが一つの要因と、もう一つの要因は、石油、ガス、石炭、金属類の採掘。あと金属類の採掘は一緒に岩石がくっついてきます。ベルトコンベアで流れてる映像を見たらわかります。それらで200億トン分ぐらいの空洞が毎年世界中で出来上がってるんです。この2点が地震が発生している大きな要因です。火山に対しては今のところあんまり大きな要素はありません。火山での大地震っていうのはまずなかなかないです、世界的に見ると。それよりもまずこの2点です。火山の点については、地熱発電に利用して電力に変えながら火山を冷やして噴火させないようにする。あとはそこからメタンガスを抽出する。それはそれでメタンガスを抽出できる地点です。それらによってエネルギーを得る、被害を抑える、復興するときに大量の石油やガスが必要になってくるからです。あとウラン鉱もですよ、石炭もです。これが現実です。今のところ一番世界のリーダー国としてふさわしいのはロシアです。
そのロシアに対してオリンピックに参加しませんでしたか、ロシアは。頑張って、それ私から提案して言ったんですよ。ここは態度で示すしかないと。示してくれましたよ。で、かたやアメリカはオリンピックの招致を行って、株価を異常に上げた。世界中どこの国も人口少子化が進んでいるのに、20億人今いるかどうかすら本当は怪しいですよ。私のホームページには一応23億人ぐらいって記載してますけども、しかしそれでは面積を見たときに、じゃあ一体どこで大量の農作物を作ってるんですかっていう話になります。誰です、ウクライナとロシアのフェイクニュース、戦争のフェイクニュースを作って放送しようなんて言い出した人は。その人の実名も公開してください。責任者として。その人間の家系、六親等以内まで調べさせてもらいます。議員が何人いたのか、建設業界の人間が何人いたのか、スポーツ業界の人間が何人いたのか、そしてテレビ局関係の人間が何人いたのか。テレビ局でまとまってるんですよ。もともとそこはエロ業界の総本山ですよ、テレビ局は。そんなことしてること見たら誰でもわかるでしょう。刑法175条違反です。200万円以下の罰金か、その他の陛下、罪の陛下ですよ。累犯過重に併合罪。猥褻な画像の分布。他の事務所は行っていた。じゃあなぜその人間が名前を書いてテレビに出てきてる報道に。脱いだ人間が。残念ながら男性でもいました。アーノルド・シュワルツネッガーさんです。ターミネーターという番組で全裸で出てきていました。服を着て出てきりゃいいでしょう。で、いくら稼いだんです。違法行為してる人間はなぜ稼げるんです。なぜ知事になれるんです。あなたエロ業界側だったんでしょう。1956年に日本では売春防止法が出来上がりましたが、アメリカではいつだったんです、売春防止法が出来上がったのは。政府上層部にも混ざってるでしょう。まだ日本にも混ざってますよ、エロ業界側の人間が。警察官の中にもね。どこどこのレンタルショップにアダルトコーナーがあるから潰してくださいって言って、潰さなかった警察署。そこはすでにエロ業界側と組んでるところです。これが本当の話ですよ。なのになぜ警察官の方が高級を得れるんです。ただし、淡井圭介のような考え方でしっかりした警察官の方も多数いらっしゃいます。その人たちと淡井圭介側の人たちが全員で組んでこの世の中どうにかしなかったら絶対どうにもできませんよ。世界中の政府上層部とパイプを持ってる、つまり名前が通ってる人間はこの淡井圭介以外一般の警察官では存在しないからです。その人たちがどれだけ悔しい思いをしてきたか私もよくわかります。私もとんでもなく悲惨な人生を歩まされてきましたから。今年中にアメリカでオリンピックの中止を発表してください。ここは一つ良い話で収めましょう。日本の万博とアメリカのオリンピック中止、あとフランスの冬季オリンピックの中止、アメリカは夏季も冬季もですよ。3カ国で共同で発表しましょう。それで世界へ向けての友好関係をアピールするんです。簡単ですよ。反対してきたやつらが横領事件側ですよ。それも東京オリンピックに関して使い込まれたお金は9600億円ほど、その当時の為替レート
万博の建設に関して、いや、訂正、東京オリンピックの建設に関して始まったのは、東日本大震災の直後でしたから、為替相場のレートは、1ドル80円ぐらいだったんですよ。ということは、100億ドル以上です。使い込まれた税金は。状況をご理解できていますか？ここで共同でみんなで手を組んでオリンピックと万博に関するものはもう一切しないっていうことを3カ国で発表、他の国もそれに合わせて呼応して、それに賛同する。それで一気に物事進めなかったら、その勢いでそのままガソリン車の生産も停止、本当の人口も発表、すべてを行わなければならない。できませんでしたではすみません。いいですか？できるだけ私も敬語を使ってますけども、学校の義務教育で習ってますよ。敬語を使っては危険な相手には敬語は使わなくて良いということになってるんです。間違えたメッセージになるからです。だからマスコミという存在が必要だったんです。文句を言う人たちです。ただしその文句は適性を欠いてるかどうかのところで、これだけ世の中にフェイクニュースが溢れかえると、まずは本当の人口からの発表ですよ。何もかもが間違えていたっていうことが、全員が理解しなかったら、今日本は大変なことになってます。大臣や知事を経験された方が、男性と女性の生まれてきている人の数、今の日本の国境内なのか、それとも以前の日本の国境内のところの範囲でなのかわからないですけども、男性と女性、10万人ずつ下回ってる数字、見たことありませんかっていうことを私が心の声でその人たちに問いかけたときに、元大臣とか元知事の人たちですよ、ほんまや、見たことあるわ、こんな反応なんです。わかりますか、私の言ってることが。政府上層部の人たちですら世の中の実態何にも把握できてないまま、ずーっとこうすればいいんだっていう思い込みだけで動いてたんです。悪意はなかったとしても、間違えた方向で頑張られたら余計ひどい結果を生むんです。今電波で君が入院という声が聞こえてきたんですが、その男の声は先ほど家の前で何か喋りに来ていた男の声ですね。どうせ医療業界関係者だったんでしょうか。もしくは ここの住宅の裏手にある晴山整骨院に出入りしていたものでしょう。あの建物は2000年ぐらいの頃に解体されています。本当はその頃すぐに解体できてたんですけどね。僕はアダルトコーナーを置いているレンタルショップとかを何件も通報とかで潰してましたから、その頃の有馬警察署は良かった。行政の人たちも。阪神・淡路大震災でこんなことになってるのに、こんな金の稼ぎ方認められるわけないやろうっていう、そういう勢いですよ。それではこの内容を皆さんでしっかりと翻訳して世界中の政府上層部の人たちに伝えてください。伝えてなかったとしても無駄ですよ。僕はオリンピックとか大きな世界大会とか、人がたくさん多くの国の人たちが集まるところで、私がテレビに向かって言う方法で伝えますから。誰が仕事をサボってたかなんか一目瞭然ですよ。今のところ世界の首脳で一番頑張ってた人、プーチン大統領です。オリンピックに参加しなかった。残念ながら日本の岸田さんはそこまでのことができなかった。人格的には良い人です。若い頃、1998年フルーツラーパークで会った時、まだ岸田さんも新米の頃です。ただ私より20歳ぐらい年上の方ですから、まあ正確に言うと18歳か19歳年上の方ですけども、自分の方から、何か言いたいことあって喋りにくいんだったら、もう僕のこと友達と思ってくれたらいいからって言ってくれた、
すごく人格的には良い人です。だけどもその人でも、その岸田さんも、さまざまな自然再生可能エネルギーから河川水門解析ダム発電、メタンガス抽出所、蒲田発電全部に関して、いる、いる、全部いるって大声で言って、電波ですから違う角度から聞こえてきますから、テレビのニュースの放送では。僕に向けてメッセージを言ってくれてるんですけども、だけども、電話の一本すらない。私も政府は今どうなってるのか全くわけがわかりません。日本の総理は淡井圭介と会った人たちばかりです、ほとんどにと。鳩山由紀夫さんたちもそう、麻生太郎さんもそう、安倍晋三さんもそう、僕からの提案で他の党の人たちにもお願いして外交を固めますから、安倍晋三さんを日本で歴代一番長い総理として、働いていただきたいということをお願いして、それなりの成果は出たんですけども、残念ながらエネルギーの残存の問題に関しては、ほぼほぼ進んでないです。遅すぎました。行動が。26年前からできてたらよかったんですが、まあその頃は安倍晋三さんは、まだ議員でもなかった頃です。もうその頃の議員さんはもうこの世にいらっしゃいません。だから、老人の人は絶対に大統領になってはならないんです。世界中の政府上層部。今のところ、ご老体になっても、正しい対応ができているのはプーチンさんだけです。岸田さんには岸田さんの、日本の総理の岸田さんのことですが、しがらみがあります。それによって動けないんだったら、淡井圭介の提案だけで動くように自民党も他の党もしたらいいんです。あとは仕事ができてるかできてないかは私がチェックさせていただきます。その体制じゃなかったら無理なんですよ。みんないろんな人たちといろんな会社の大きな会長さん、大きな会社の会長さんとか、先の先輩の老人たちとパイプがあるから、あれこれ話し合いになった時に話が進まなくなるんですよ。言い出しにくいんです。先輩にみんな。上には上がいますから。これがこの世の中の現実です。だがしかしですよ。老人が権力を握るから自分が生きてる間ぐらいは石油とかガスが持つんじゃないかなっていう考え方が頭の中をよぎる。輪廻転生を忘れすぎてますよ。台風消滅とかあの世の人たちの嘆きとか天の轟きを見てまだ輪廻転生がないと思ってるんですか。生まれ変わりですよ。自分が次生まれ変わった時に石油ガスの輸入がない時代だったらどうします。とんでもなく悲惨な目に遭いますよ。最初から逃げ場なんかないんです。現在全員は排水の陣の状況ですよ。どうにかできるかどうかは、内容は私の方で考えました。考える力は私の方がありますから。しかしそこへお金の注入とかをしていただけなければできません。あと裁判所で弁護士さんをつけていただいたり、訴訟費用の救助申請さえ日本では通らないんです。海外からの援護が必要です。これはなぜかと言いますと、裁判官が世の中のことを全然よく分かってないんです。僕のことと話していただけで分かります。民事部の受付の人たちとどちらの方が上かっていうことで、世界中の政府上層部を動かしてきて、株価までこれだけ大きく変動させてきて、それは良い意味での変動ですよ。ずっとあなたたちは暴走させていた。株価を上げて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 って、新ニーサなどを作って、ニーサの本当の名前は ISO、 イーサですよ。何でもしてもイーサですよ。税金使って海外旅行行きたいな、学生として海外旅行行ったらいいな、これが海外留学生ですよ。最初からいらないです。自分の国のことすら分かってない人たちばっかりだったんですから。先ほど大臣のことを説明しました。本当の人口を世界中ですぐに発表してください。26年前にするべきだと私は言いましたよ。
私のような40代後半から50代前半の人たちで政治家の人たちを固めてください。知事市長も同じですよ。残念ながら今の日本の知事65歳超えどころか70歳超えの人たちいっぱいいるんですよ。この間東京都知事で当選した人が70歳超えの小池さんですよ。女性の方の。そんな年齢で務まるような仕事じゃない。絶対自分の生きてる間ぐらいは大丈夫っていう考えが頭の中よぎります。仕事の大変さが分かってるから私はそういう結論に達してるんです。すごく目いっぱい、もういろんな相談事とか受けて、もう書類の山だらけばっかりになった時に、もう自分の方が参ってしまって、もう無理だと。もう次の世代の人たちでそれどうにかしてくれってなってしまうんですよ。だから我々のような年齢の人たちで世界中全議員の人たち構成してください。今まで実績のあった議員の人たちがその人たちをサポートし上げたらいいんです。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。